わっしょい下町探偵団源さんです。中央区の港に来てるのだ。ここにちょっとね、変わったお地蔵様があるんで探ってみるのだ。まあ直川だね。ちょっと変わった神社。でもお地蔵さんって神社じゃないか、お寺か。お寺も神社もだんだんぐっちゃに、ぐっちゃになってきたな。まあいいや、今日はちょっと特別編。ちょっと変わったというか、ちょっとおどろおどろしいお寺編。これが社殿で、こっち社務所かな、なんかよくわかんないんだけど。で、今日行くとことは全然関係ないの、ここは。今日行きたいのはここ。隣にちっちゃい公園があるけれど、これね、地蔵尊だから、お地蔵様が塩見地蔵尊。まあ今日言いたいことは多分ここに全部書いてあるんで、これ見た方が早いかな。光ってるね、見えないか。まあ例によって後でじっくり読んでもらってもいいんだけど、まあ本当にここに書いてあるとおりに、大体これを読むような形になっちゃうんだけど、富岡八幡宮の例祭の日に、橋が起こってたくさん人が死んだり、まあ火災とか地震とか大きな災害で、もう江戸中が、死者に見舞われたと。で、明治時代になって他にもなんかいろんな怪奇現象が起きて、ここら辺の川底からね、一体の石像と多数の人骨が出てきたんだって。だけど隅田川ってもともとそういう川だから、こう上流から土左衛門になった骨とか死体が流れてきて、筑田のところで止まるんだよ。それを、地元の人たちが、あ、また死体が流れ着いたっつって葬ったりして、なんか供養したり、佃ではちょっと有名な盆踊りがあって、そういう盆踊りをすることによって、まあ、やっぱり供養したりとか。これ読むと、骨がたくさん流れて、死が死骨ってなんだろう、まあ人骨の他にも歯とかもたくさん出てきたってことかな。で、人骨は愛好院に持って、まあ愛好院はそういうお寺だからね、無縁墓とかあって、よくわかんない、仏様みんなそこで、弔うからね。で、ただ、ちょっとあれなのは、歯、虫歯とか歯が傷んだ人が、ここで、ここにあった塩を持って帰って口の中をゆすぐと痛みが治ったということで、お地蔵様として、高い信仰を集めるようになったと、そういうことらしいんだけど、なんかそう聞くといい話なんだけど、なんかいろんなよくわかんない死体がたくさんあって、それを、供養してるってイメージがどうも足の中にあって、そうするとね、ちょっとおどろおどろしいイメージがあるんだよな。インターホンついてんじゃん。人が住んでんのかな。これ扉だよね。なぜか風鈴も。この裏に人が住んでるの？そういう風にも見えないけど、あ、だけどなんとなく奥があるから住めないこともないのかな。まあちょっとね、なんかわしの中では気味悪い神社なんだけど、神社ってお地蔵さんなんだけど、でもなんか新しくなったね。こんな鉄のサッシとかじゃなかったよ。あ、電気ついた。なんか昔、昨日古い感じの心だったんだけど、こういう
壁とか柱も塗り替えたんだね。わしみたいにおどろおどろしいから嫌だとか気味悪いとか言う人いたのかもしれないね。あ、裏に回れるね。人が住んでるというより管理してる人のための事務所的な扱いなのかな。確かにちょっとお地蔵様の裏にちょっとした空間があって、そこでなんかそこそこいろんなことができそうな感じにはなってるけどね。まあ、でもなんか知んないけどお地蔵様だからかな、家族連れが結構現れて公園で遊んでいくな。この公園も多分昔はお地蔵様敷地内だったんだろうね。まあ今日はこんなとこでこれでいいのだ。